皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介するのはグランパセオ横浜館内プレミアム、名前の通りプレミアムですね。初期費用は500円、2021年9月築の鉄筋コンクリート造マンション新築です。おすすめポイントはフリーレント3ヶ月付き、さらにいつ契約開始日であっても当月分の日割り賃料まで当社負担。言葉だけでは分かりにくいと思うので、この後ですねスクリーンショットを撮っていただきたいところでですねお声かけしますので、皆さん撮っていただきたいと思うんですけど、例えばなんですけれども、毎月1日契約開始日であれば初期費用は500円というのがいつものご案内なんですが、例えばこのグランパセオ横浜館内プレミアムであれば、例えば3月の10日とかになっても日割り分まで含んで、さらに4、5、6の3ヶ月フリーレントというご紹介をさせていただきます。はい、こちらスクリーンショットをお撮りくださいませ。後で見返せるようにですね。はい、非常に素敵なお部屋です。ルームツアーを早速見ていきましょう。はい、お部屋探しのハートサポートはですね、このように初期費用がとてもお得なおすすめ物件をですね YouTube 上で最速でご紹介したいということで、多少雑な編集になってしまっている点ありますが、そこはご愛嬌でお楽しみいただければと思います。前半ご覧いただきますのは 2LDK プラスウォークインクローゼットタイプ、合計ですねお部屋の間取りが8つありまして、 1LDK プラスウォークインクローゼット、 1LDK プラスウォークインクローゼットプラスシューズインクローゼット、 2LDK プラスウォークインクローゼットというのがあります。それぞれのですねお部屋の資料請求等は当社お部屋探しのハートサポートの LINE 公式アカウントからお気軽にお問い合わせくださいませ。はい、もしもですねちょっと LINE 公式アカウントの探し方がちょっとわからないという場合は、概要欄に記載しておりますけれども、私の携帯ですね090-9202-7618、こちらであれば朝から夜までもう何時でもいいのでおかけください。寝ている間は出られませんけれども、それ以外の時間帯であれば、お電話対応させていただきますと記載しております。何かご不明点でありましたりですね、質問等ありましたらお気軽にお電話くださればと思います。はい、グランパセオ横浜館内プレミアム、もう一度初期費用申し上げますと、初期費用は500円でフリーレント3ヶ月と日割り賃料を無料でご紹介しております。はい、立地なんですけれども横浜市中区沖縄町2丁目にございます。コンビニ近くに多数あり、館内駅まで徒歩5分、伊勢崎長者駅まで徒歩6分ですから、スーパーもですね近隣に多数ございました。自炊派の皆様におすすめですね。帰る時間帯によってお安くなってたりするスーパーもあるでしょうから、生活していく上でですねスーパーはどこを使うか決めていくような感じでしょうか。はい、物件の詳細はですね動画概要欄に記載しておりますので、皆さんご覧くださいませ。はい、先に設備ご紹介していきます。はい、エレベーター、オートロック、宅配ボックス、バルコニー、エアコン、床暖房、フローリング、室内洗濯機置き場、2LDK タイプの設備、
を見てご紹介しております。ウォーキンクローゼット、40平米以上の住戸には食洗機が完備、グリル付きのシステムキッチン、浴室乾燥機、洗面所独立、追い焚き機能とのことです。インターネット無料ですね。また駐輪場月額利用料550円、330円、110円、駐車場月額利用料35,200円、33,000円と記載されています。区画により月額使用料が異なりますとの記載がありますね。はい、駐車場は13台、駐輪場は65台とのことです。屋内23台、屋外42台ということで、はい、先ほど申し上げたように場所によって月額使用料が異なるとのことです。最新のお部屋の空き状況等でありましたり、こちらの駐車場や駐輪場のですね、空きの状況の確認についてもお気軽にお問い合わせくださいませ。はい、 2LDK タイプの水回りをご覧いただいています。はい、このエリアですとですね、中華街も近いですし、伊勢崎モールもありますし、自転車を使ってですね、まあ、自転車かなんかで港未来の方にもさーっと行けますから、なんか毎日観光気分味わえそうな立地ですよね。建物のもうさっき、冒頭見ていただいたように、もう外観建物も立派なので、家に帰るのも楽しみになるような物件、グランパセオ横浜館内プレミアム、地上11階建てですね。倉庫数62個、大きなマンションです。そうですね、横浜スタジアムも近いですからね。だからもうスポーツ観戦が趣味になりそうな立地ですね。これ実際住んでいるエリアによって生活スタイル変わってきますからね。はい、とても良いと思います。一応立地なんですけれども、電車で横浜駅まで5分、品川駅まで27分、約ですね。はい、ペットは飼育不可、楽器使用不可と記載されています。またフリーレント、2年未満の解約違約金というのが設定されています。契約開始後2年以内の解約はフリーレント月数分賃料の違約金を頂戴していますということです。2年住んでしまえばですね、この違約金はないのでご安心くださいませ。はい、それでは動画後半に続きます。皆さんこんにちは、いわきです。ご覧いただいているルームツアーのお部屋いかがでしょうか。詳細は概要欄に記載しておりますので、皆さんご覧くださいませ。それでは引き続き動画ご覧いただきましょう。はい、じっくりご覧いただきました前半の 2LDK タイプ、後半は YLDK プラスウォーキンクローゼット 44.47 平米の E タイプをご紹介いたします。はい、こちらリビングダイニングキッチンが合わせて12畳、ベッドルームが6畳、お部屋です。リビングダイニング部分が 9.1 畳、キッチン部分が 2.9 畳となっています。カウンターキッチンですね。そして40平米以上住戸なので食洗機もついています。はい、もう食洗機だけだと信用できないという方もいるかと思いますけれども、
綺麗になりますからね。とても楽だと実際お部屋に入られたですね方からよく聞きます。はい、奥側がベッドルーム、牧場ですね。はい、でこちらがウォークインクローゼットです。カラータイプがですね、偶数奇数回によって変わりますね。フローリングはホワイトオーク、偶数回2、4、6やと階はですねベージュ、縦譜が、奇数回の場合は1、3、5、7、9、11階は茶色、縦譜の色のみ異なるという風に記載されています。はい、新築ですからねピカピカです。はい、こちらのグランパセオ横浜館内、改めて申し上げます、初期費用は500円です。そしてフリーレント3ヶ月付き、さらに、契約開始日がいつであってもその日から月末までの日割賃料分もお値引きして初期費用は500円でご紹介です。はい、非常に素敵なお部屋でした。こちらのグランパセオ横浜館内プレミアムをですねご検討いただいていた方、ぜひお問い合わせくださいませ。それでは次回のルームツアー動画もお楽しみにお待ちくださいませ。